ルターマンです。以前ドイツ戦車の珍しいミニチュアをいくつか紹介しましたが、実はその時、紹介し忘れたものがありましたので、今回、紹介したいと思います。はい、これです。まあ、パッケージからして、相当古いものだということがお分かりになると思いますが、オーセンティックスケールモデルズオブタンクスオブザワールド、まあ、世界の戦車の、精密なスケールモデルと書いてありまして、でここスケールは、1インチトゥ9フィート、って書いてますね。まあ、1フィートっていうのは12インチですから、12×9 は108なので、まあ、108分の1スケールのモデルということになります。そして、メイドイン USA と書いてあります。で、箱の横にはですね、トレードマークとしてちょっと筆記体で読みにくいんですが、オーセンティキャストコメットメタルプロダクツカンパニーインコーポレーテッドで、書いてあります。そして反対側には、個別の商品名、まあこれ、ジャーマンの略ですね、ジャーマン8ホイールスアーマードカー、ドイツの8輪、装甲車ということです。はい、中身を出してみましょう。はい、こういうものですね。まあ、ドイツ軍の、8輪重装甲車、まあ、SDKFZ231 ですかね。で、私はまあこの、シリーズではこの8輪重装甲車しか持っていませんが、箱に書かれている通りですね、世界の戦車、まあ、戦闘車両も含めてですが製品化されています。でもなんでこの、108分の1という中途半端なスケールなんですかね。はい、これ実はですね、コメット、メタルプロダクツ社というのは、1919年に、設立された会社です。まあ、アメリカの会社ですね。で、まあ、1930年代からミリタリー系のモデルも作り始めたようです。そして、なんだ。まあ、アメリカだと1941年の末から第二次世界大戦が始まると、アメリカ政府から、識別用の、モデルの製作を依頼されたんです。識別用のモデルというのは、まあ、兵士が戦場でですね、敵味方の兵器をこう正しく見分けられるように、まあ、その外観をですね、正しく認識できるようにするための訓練が行われるんですが、その時に、使われたミニチュアということです。で、まあ、軍用車両以外にもですね、艦船とかそれから航空機用の識別モデルも作られました。で、軍用車両は、まあ、アメリカ、イギリス、ソ連、ドイツ、そして日本の、車両がモデル化されました。で、このスケールが108分の1というのは、まあ、鉄道模型とかミニカーとかと、全然異なりますが、まあ、これはなんかアメリカ政府の指示だったということです。そして、戦後はですね、その識別モデルをこういう形でですね、タンクスオブザワールドという世界の戦車の精密模型ということで、一般にも販売したんです。で、その際にはですね、戦後に生産された軍用車両も追加で、モデル化されていました。
で最終的にはですね80種類ぐらいの、車両が、モデル化されています。で1962年まで、生産が続けられたようで、今回ご紹介するのはそのうちの一つです。さてじゃあこのちょっと暗いかな、はい、それではこの8輪重装甲車 SDKFZ231 を、じっくり見ていきましょう。可動箇所はですね、まあ砲塔の旋回とそれから8輪の、タイヤが一応すべて、動きます。でまあこの、8輪重装甲車の独特な形状とかですね、まあ車体各部のいろいろな、突起とか、OVE とか、まあそれなりに、再現はされてますよね。まあただですね、これ、ここについてるのこれ20ミリ機関砲なんですが、これ実写ではですね、ちょうどこの砲塔の真ん中から出ている感じなんですが、これはちょっとなんか向かって左側の方にちょっと寄ってますね。で、本来ならば、まあ、実写であればこの右側にですね、7.62 ミリの機銃も、ついてるはずなんですが、さすがにそれはちょっと省略されています。で、まあ、ちなみにこの車体の前方についてるこれはですね、まあ車体前面下部の薄い走行を補うための増設走行です。で、塗装はまあジャーマングレー、単色で、でいろいろこう検索してみるとですね、ドイツ軍の車両は、ジャーマングレーで、英米の車両はグリーン、そして日本と、まあ、ソ連かの車両はダークグリーンで、塗装されていたようです。で、全てまあ大客層製で作られてますので、まあ、結構重くてですね、まあ、この大きさですが、測ったら 92g ありました。で、これはですね、アメリカの、eBay というオークションサイトで、送料手数料込みで、1443円で買えました。で、このシリーズで他にドイツ軍の車両としてはですね、1号戦車、2号戦車で、3号戦車は、C 型と H 型、4号戦車の F 型と G 型、それからパンター戦車、ティーガー戦車、それからまあ元々チェコ製の 38T 戦車と 35T 戦車、それと3号突撃砲、 3.5 トントラック、そしてあとヤークトパンツァーと書いてあって、ちょっとどの車種かよくわかんないんですが、まあ多分4号駆逐戦車があたりかなと思いますけども、それらも含めてドイツ戦車としては13種類がモデル化されています。で、まあ、当然私他のも欲しいんですが、まあそもそも古いもので、オークションサイトに出品されてもですね、結構状態のいいものはもうすぐ売れてしまうので、なかなか手に入りませんでした。で、まあミニチュアとしての再現度はまあ若干落ちますけれども、やっぱりこのアメリカ軍がこの認識用モデルとして使っていたという点はなかなか魅力を感じます。いつの日かまあドイツ軍車両を全部揃えられたらいいなというふうに思っています。
本日は、コメットメタルプロダクツだったっけの、オーセンティキャストのシリーズタンクスオブザワールドの中から、ドイツ軍の、8人重装甲車 SDKFZ231 の、認識用モデルをご紹介しました。以上です。